どうもしゅんです。こんにちは。うずうずの岡本です。うずうずの東です。お願いします。お願いします。ということで初登場ということで、今日からうずうずの東さんが加入ということでよろしくお願いします。お願いします。ユニットみたいな感じだな。初出演していただいたということで、はい、よろしくお願いします。お願いします。というわけでですね、僕がいつも普段逆質問していることとしては、今後の御社の今後の事業展開はどのように考えてますかとか、うん、何々さんにとって御社の魅力っていうのはどういうものですかっていう、超テンプレ的なもう60点ぐらいの偏差値50、48ぐらいの質問をいつもしてるんですけども、なんかこういう質問だと印象がいいよとか、こういう質問をすると減点されないよみたいなものがあれば教えていただきたいなっていうふうに思います。かしこまりました。はい、そういう意味だと、例えば今の質問もう筋は全然いいと思うんですよ、ね。うん、大事なのは枕言葉だなっていうふうに思っていて、ああなるほど、御社の魅力を教えてくださいっていう前に、例えば私は御社はこういうところがすごく魅力的だし、こういうところがいいなと思ってるんですけど、〇〇さんにとって御社の魅力なんですかっていうと、うん、こうちゃんと調べてたよっていうこととか、うん、すごく興味持ってるよっていうのが枕言葉で伝わるので、はい、よりレベルアップするなと思いますし、うん、事業展開っていうところでも、その事前にその会社を調べたりとか、うん、アイアン情報を見たりとかして、うん、あ、こういうところにお金投資してるんだなって分かったら、うん、こういう展開をされていくんじゃないかなとは、こう素人目線で勉強してるんですが思っているんですが、うん、実際どのような展開するんですかっていうのが当たってたらちゃんといいねってなりますし、うん、当たってなくても、その努力した影っていうのは絶対伝わるので、うん、確かに枕言葉入れるっていうのはすごくプラスになります。いや、そうですね、アピールポイントになりますね、それって、うん、はい、私も結構こう近しい部分もありまして、私が結構こう意識してるところで言うと、はい、まあ、その枕言葉っていうところもなんかこう2つ種類あるかなと思ってて、1つ目は仮説プラス質問です。はい、仮説プラス質問、はい。先ほど赤本が言ったのはちょっと被るんですけども、はい、御社のじゃあホームページを見て、私はこういうふうに思ったんですけども、実際のところどうなんですかとかっていう、まずは本当の質問をしたい内容の前で、自分が考えたことを伝えるっていう仮説プラス質問が一つと、はい、あとはまあ意欲ですね、意欲プラス質問みたいなところがすごくこういいかなと思ってて、意欲プラス質問、そうです、はい。で、私は例えばじゃあ将来、まあ、こう資格を取得したいので、こう3年後にはこういう資格をこう独学で学んで、御社にこういうふうにこう貢献したいと思ってるんですけども、まあ、御社ではこう過去にこう資格を取得して生かした人はいらっしゃいますかとか、うん、で活躍してる人いらっしゃいますかとかっていう、こう意欲を伝えると、まあ、逆質問を通してアピールする場に変わるみたいなところがあるので、はい、まあ、そこは一つ種類があるかなっていうのが一つ。例えばなんですけど、まあ、その前段階で私の志望動機はこうこうこうですって言ったのにもかかわらず、なんか逆質問でちょっと志望動機と矛盾してる内容を話すっていうことがよくあって、うん、例えば、私はどんどん成長していきたいです、実力主義でこう戦っていきたいです、はい、みたいなこう意欲を伝えたのにもかかわらず、なんか、御社の福利厚生どうなってますか、研修体制はしっかりしてますかみたいな内容だと、どっちを大切にしてるのみたいな感じで思われてしまって、なんかこう矛盾が、言ってることとこう気になってることも、まあ、矛盾があるので、はい、まあ、そことかはこう矛盾がないように、伝えた方がいいかなと思います。なるほど、でも、はい、逆質問の場は単なる自分が気になることを質問するプラス自分のアピールの場として捉えて臨んだ方がいいっていうことですよね。いや、そうですね、そうですね、あともうちょっと言うと、はい、アピールの場にすごいなるかっていうと、ぶっちゃけあんまならない、もう事実だったりして、面接って結構序盤で勝負決まってたりするんで、なんでどういうことですか、序盤で決まるっていうのは。それこそ第一印象とかでだいぶ合否は左右されてたりだとかするので、はい、その最後の最後の質問っていうのはもう言ってみたら面接からしてみると結構流しになるんですよ、はいはい、なるんで、ここでアピールしたらひっくり返せるかっていうと、なかなかひっくり返せない、どんでん返しはないんですね。どっちかっていうと失点を防ぐっていう視点の方が逆質問によって重要かなというふうには思います。もちろんプラス全然なんないよってことではないんですけど、はい、失点を防ぐためにはやっぱ矛盾がないっていうことと、あと他に何かあったりしますかね。そ
ですね。あとは仕事に対してやっぱり後ろ向きって伝わるようなことを、質問しないとかですかね。例えば残業どれくらいあるんですかとか、給料はどういう風になってるんですかとか、振り構成どうなってるんですかみたいなところとかって、それって聞かない方がいいんだ。そうなんですね。例えば気になるじゃないですか、はい、でも面接では聞かなくて求人票を見るとか、あ、そうです、 OB 訪問で聞くとか、そういう手段を使った方が、はい、あえて面接っていう場でするよりはいいのかなっていう、いいかなっていうふうに思います。いや、そうですね、まあ、マイナスになりうる質問は逆だ、なるべくしないように。もったいないなって思います。いや、そうっすよね。じゃあ逆質問は失点を防ぐ、いけたらまあアピールの場にするっていう形で、うん、はい、ちなみにお二人は、まあ、いろんな会社があると思うんですけども、例えばうずうずさんに就職するってなった時の面接と仮定して、どのような逆質問をされますか？はあ、何するかな。私だったら、こんな質問するかなっていうのと、はい、人材紹介の仕事って健康すごく感謝されやすくでやりがいに感じるっていう部分がすごくあると思うんですけど、一方でビジネス的な側面でしっかり利益を出すっていう風になると、決定率を高くするであったりとか、早く候補者の方に入社してもらうみたいな、そういうビジネス面と候補者のためにっていう、お客さんのためにっていうところですごく葛藤を抱えながら行っていく、向き合っていくっていうのがすごく大切な仕事なんじゃないかなというふうに思うんですけど、実際に人材紹介の仕事をされていて、こうどのようなことでこう悩んだりだとか考えたりされていますかみたいな質問とかをするかなと思います。結構紹介業ってそういうところとずっと向き合う仕事なんですよ、はい、収益性も絶対話せないし、でもなんだマネタイズモンスターみたいになると、それってなんだろう、後者だったり企業さんのためにならないので、ずっとここを悩み続ける仕事なんですけど、多いのはなんか人の役に立てるんですよねみたいなところの一番表面のところしか目を向けれてない方が多いなっていうふうに思うんで、分かってますよっていうのをこう伝える。今の質問深いというか、知った上で質問してる感がすごいですね。やってるんで社長なんで。東さんは逆質問をするとしたらどのような質問をされますか？はい、はい、私ですと、はい、まあ、今本当に好景気でこう人材の会社ってもう本当に数多あるじゃないですか、うん、その上でこうじゃあなんでこう20代に特化しているのかであったりですとか、あとはこう人材っていう一つ取ったとしても、例えばこうダイレクトリクルーティングだったりとか、なんかこうオフラインで集客して、まあ、マッチングビジネスを行うとか、いろんな事業をやっている、まあ、人材の会社さんがある中で、まあ、こう例えばそういう形で新しく事業展開するのかどうかとか、なんかそういったこう人材一つ取ってもサービスはたくさんあるので、他のサービス にこう裾野を広げる、なんかこう計画とかがあるかどうかとかは結構気になるなと思いますね。やっぱお二人ともその人材で働いてるっていう資料があるので、質問が深いというか、合格って言ってしまいそうですね、大学質問を見て。あとあるのが、今、はい、ゆずぽん言ったみたいに、シンプルに知りたいこと聞くっていうのも全然 OK なんですよ。さっき面接官ってもう流しでやってるんで、でも懸念点は回収したいとは思ってるんで、なんで本当に聞きたいことをバッと聞いちゃって、変になんかアピールしようとかっていうふうに思わないで、ポーンって聞くっていうのも全然悪い質問の仕方ではないので。そうなんですね、まあ、失点さえ防ぎてしまえば、まあ、矛盾さえなければ聞きたいこと聞けばいいっていう、はい、全然質問コーナーなので。わかりました。流しで聞いてるっていうのは結構びっくりな事実なので、聞けてよかったです。じゃあちょっと次回、逆面接というか、逆質問をする際はその点をちょっと参考にして、またちょっと面接レベルを上げていこうと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということでお二人のチャンネルは下の概要欄にあるので、よかったらチャンネル登録をお願いします。ということで今日の動画終わりです。ぜひチャンネル登録お願いします。じゃあな。大丈夫です。あ、こっちで。
大丈夫です。あ、もう大丈夫。すいません、ありがとうございました。ユースパーカスに来たら、めっちゃ入ってグーグーなんですよ。音入っちゃう。いや、音入っちゃうからだよ。いや、さすがに大丈夫だろうと思って腹鳴らしてたんだけど。気持ちには聞こえなかったでしょ。全然聞こえなかった。